東京汐止めビルディングは東京都港区の汐止め地区にある超高層複合ビル。下層部にパルコが運営する飲食、物販、サービスゾーンのペディ汐止め、中層部がオフィスフロア、上層部がヒルトンホテルチェーンのコンラット東京で構成される。汐止めビルディングと名称が類似しているが全く別の建物であり、なおかつ大きく離れているので注意を要する。 森トラストと住友不動産が、汐留汐サイトの D 北マイナス -1 外区を2000年3月に取得。超高層複合ビルの建設に着手し、2年弱の歳月を費やして、2005年1月に地下4階地上37階から、なる東京汐留ビルディングが竣工した。外観デザインは、浜まり急温指庭園の緑の自然と調和し、 格式の高い輪を連想させる白と緑を基調とする格子状とした。オフィスフロアは、ワンフロアセンツボつ町の大型フロアとし、ITD リング対応フロアを3.4回、24回、25回に用意。また4タイプの精神、精神装置を組み合わせることにより、地震に対する安全性だけでなく、台風などの風による揺れに対しても高い居住性を、 確保した。3階から26階がオフィスフロアでソフトバンクグループが一括して借り受け通信市会社のソフトバンクと共に本社を構えてきたが、竣行した東京ポート式竹芝に本社を移した。28階から37階がホテルフロアで米国ヒルトンホテルズリゾーツの最高級ホテルコンラッド東京が入る。浜離宮に近い位置には独立した旨として 伝統上のホテル宴会旨が設けられた。2006年度にグッドデザイン賞を受賞。ホテル部分には、米国スターウッドホテルリゾートが最高級ホテル、セントレジスの進出を決定していたが、米国の会計基準変更によって、進出を断念。代わって、コンラットホテルが日本に初進出している。パルコが、オフィスビル内の飲食、物販、 サービスゾーンの運営事業の第一弾として、地下1階から2階及び地上2階部分をビルオーナーから借り受け、テナント誘致や施設管理を受け負っている。ファミリーマートの新型店ファミマなどがある。主なとなんと、ありがとうございます。